東福山駅は広島県福山市、引野町にある西日本旅客鉄道、日本貨物鉄道山陽本線の駅である。駅番号は JRW13。所在地は JR 西日本が引野町5丁目、JR 貨物が引野町4丁目である。京上駅舎と2面2線の相対式ホームを持つ地上駅。福山駅が管理する無人駅である。 緑の券売機プラスを併設する愛古家利用可能駅。以前は JR 西日本岡山メンテックによる業務委託駅で緑の窓口も設置されていた。バリアフリー対策でのエレベーターが設置されている。運転扱い場では旅客案内上における下り1番乗り場が6番線、道上り2番乗り場が7番線とされている。さらに、 ホーム北側に上り貨物列車の停車する8番線と上り貨物留置線、南側には上下貨物列車の停車する5番線、4番線、下り貨物留置線などがある。将来的には2面4線への拡張が可能な構造になっている。乗り場上表のホーム番号は旅客案内上のものである。JFE スチール専用鉄道を走行する機関車。 JR 貨物の貨物駅は旅客駅南口の東側に位置する。3面のコンテナホーム、4本の二役線、その他数本の着発線、留置線、着回し線等を有する。建造物は旅客のものとは別に貨物駅本屋を有し、コンテナホームには上屋を据え付けているところもある。 コンテナ貨物は12フィートコンテナ、20フィート30フィート大型コンテナ、20フトソ規格会場コンテナを取り扱う。産業廃棄物、特別産業廃棄物の取り扱い許可を得ている。日光線あたり駅から福山港に面する JFE スチール西日本製鉄所福山地区へ至る専用鉄道が分岐している。全長約 3.6km で、 明確な運行ダイヤはなく、不定期で製鉄所で生産された JR 西日本向けレールの搬出が行われており、運行がある場合は朝に一往復されるが、稀に昼間にも一往復する。また、当駅は一部の長物車の常備駅に指定されている。以下のデータは、統計福山に基づいたものである。近年の1日平均乗車人員は以下の通りである。年間発送。 到着量は以下の通り、すべてコンテナ扱いで、車扱いはない、都市間高速バスイカサバスカンパニーによって運行されている。ありがとうございます。